どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、リミットの影響によってバチクソ強くなったブラックマジシャンデッキやっていきたいと思います。久しぶりにリミット何にも影響なかったんで、ブラックマジシャンめちゃくちゃ強いんですよ。もうほぼ意味ないですね。あのイリュージョンがリミット2になりましたけど、一応もうほぼ意味ないですね。ほぼ意味ない。何が強いってね、最近思うんですよ。ブラックマジシャン何が強いか、ブラックマジシャンデッキのカイクがね、ほんと強い、めちゃくちゃ強い。このモンスター効果なんですけども、このカードがフィールド上に表側でいる限り、相手はお互いの墓地のカードをゲームから除外できないよっていう効果を持ってるんですよ。これが本当に環境に結構刺さってるっていうのと、まあ、知らないとかライトロードとかレビオニア系のモンスターとかね、ああいう系のモンスターとかに、ね、刺さってるっていうのと、あとあのね、結構これ KC とかで割とその話題になったんだけど、そのエクスパンド、ブラックエクスパンド、マジックエクスパンドか、マジックエクスパンドっていうこのカード、これがすごい強いです。これめちゃくちゃ強い。ブラックマジシャンまたはブラックマジシャンガールの数によって適用される効果が結構変わってくるんだけども、1体いるだけでもう魔法使い闇属性のモンスターの打点が1000アップするよっていう、でダメージで使えますよっていう効果ね。これで2体以上、これ結構ミラーとかだとよく使うかなと思うんだけど、このターン自分の魔法トラップカードの効果の発動に対して効果を発動できないよっていうな、チェーンされないよっていうことと、自分のフィールドの魔法トラップカードが相手の効果で破壊されないよっていうことを持ってるんで、結構そのナビゲート絶対通したいとかいう場合は、マジックエクスパンド打っといてから、ナビゲート打つとか、そういうプレイングもあったりね、します。で、まあ、3体はあんまり使わないでまあいいかなと思うんだけども、これ何が強いかってさ、このカイクがそもそも存在している場合にフィールドの墓地のカードを除外できないよっていう効果、制圧的な効果があるプラス、そのこいつって戦闘ダメージ与えると、相手の墓地のカード除外するっていうことを持ってるんですよ。これね、海空にエクスパンド打つ、海空エクスパンド、これがバチクソ強いです。バチクソ強い。要は2800の海空っていう、これなかなか相手抜けないんだよね。その2800で海空立てちゃえば、結構相手墓地除外できないプラスその戦闘ダメージ破壊で与えられたら、開始でねこのエクスパンド使われてバーン2800で殴られたら、あの墓地のカード除外されるってやばいほど強いんですよ。だからこのコンボもまあうまく活用したいなと思って、で、今回はデッキ組んできております。で、膝の力にしてるのは一応ミラーに強くなるかなと思って、してますけど、これまあ別に何でもいいですね。なんか何でも強いっす、ぶっちゃけ。墓所とかでもいいし、あのコズミックとか、あとカーテンとか、そういうの防ぎ増やして、墓所とか現世とかでもいいし、まあ、また石ズリンクスにね、なるかなっていう気はするんだけど、結局ブラックマジシャン使いはいつまでたっても石ズっていう説もあるから、まあそういう感じで、コズミックサイクロンはなんかあのミラーとかでやっぱどうしてもあの陣を抜かないと勝てないなっていうこととかあるんで、まあそういう時のために入ってるって感じですかね。まあ、清掃とかでもいいかなとは思います。一応打点補助もなるし、であとは、まあ、海空を全力で守りたいんですよ俺は。だから海空を全力で守るっていうあの構築にしたんで、エクスパンドとか、このめぐるとかを使ってこのモンスターをなんとか守っていくっていう感じにしております、デッキとしてはね。早速ね、このカイク、このハゲの強さ、ハゲがほんと強いから、これを見せていきましょう。デュエルスタンバイ。ブラックマジシャン何にも痛くありません何にも変わってねえんだよこのデッキ、なんか何ら変わってねえ。あ、強っ。エクスパンド持ってくるか。エクスパンド、このエクスパンドカイクマジ強えんだわ、これマジ強え。エクスパンドカイクでセットは2枚しちゃっていいな。こうだ。でターン終了で、エクスパンドで2800になるカイクってすごい強くない？結構難しいんだよね。そのボッチュマジがなしで、ライトロードはめちゃくちゃめたれてる。あのこれハゲめっちゃ強いと思う多分相手もカイク入ってるわ、多分ライトロード封じようと思ってんだろうな相手は。竜騎士ブラックマジシャン欲しいわ、竜騎士ブラックマジシャン欲しい。魂は正直あるとやばいから、魂はまだなくていいけど、竜騎士ブラックマジシャンは欲しい。ブラッ
ックマジシャン、いやこれ海空でしょ、これ海空、海空でしょ、これ、これ海空一体突破されても別にいいや。はい、どっか行け、どっか行け、どっか行け、タシロ、お、いいんすか、いいんすか、いいんすか、そんなことしていいんすか。使いますか、一応で一応使っていく。魔導陣で、まあ最強だ。エクスパンド持ってきて、で、はい、はい、で、エクスパンド発動。強すぎやんだけど、これ、マジで、やってることヤクザすぎん、これ、このデッキ、カイトロイドあっても、除外するからいいや。はい、はい、ないんかーい、ないんかーい。ライトロード、なすすべなし。対戦、ありがとうございました。はい、クソゲー、このデッキ強すぎだろ、マジでやってること。おかしいだろ。なんでだよ。これさ、俺さ、言いたくねえけどさ、ブラックマジシャン使いながらさ、はい、クソゲーって言ってるってどういうこと？意味がわかんなすぎるんだけど、主人公のデッキだよ。おかしくない？主人公デッキ使ってなんか先行で制圧しなんか早くそげって言ってるってこれどういうゲーム？これどういうゲームですか皆さん？これおかしくないですか？どうやら理解してたな。そうだ、これがデュエルリンクスだ、やかましいわ。強すぎだろ。取る、光るね。デモンズチェーンかなんかかな。ドッキリ部隊は今できないんで、あ、お、お、大丈夫か。まあ、こっちからですね、こっちから行く。なんだろうな、ずっと光ってるんですよね。サンダーブレイクとかかもしんないな。あー、わかんないな。サンダーブレイクだったら多分ここ打ってんじゃねえかなと思うんだけど、こうですね。で、海空召喚で、はい、これで墓地のカードは除外できないよ。さあ困ったね、さあ困ったね、白縫さん、これは困ったね。さあ困りました、白根さん、どうするんでしょうか。海空を破壊して、まあ多分海空はなんか破壊するとしたら魔導陣残るし、魔導陣破壊したら海空残るしみたいな感じで、結構今のところ強い。海空がほんまに強い、マジで強い。このハゲ、このハゲ強すぎる。これぶち壊れてる、田代。さあどうするんでしょうか、闇遊戯選手、困りましたね。墓地のカードを除外はできませんよ。つまりこのターンでシンクロ召喚を墓地からしようと思うと無理ですよ。さあどうするんでしょうか、闇遊戯選手。もう知らないにコズミックサイクロンは入りませんので、これからなんでコズミックサイクロンでこの魔導陣を除外されるっていう心配はありませんのでね。まあ一応あの規制後の知らないもあの動画にする予定なので、あの知らないはね無課金 でから組んでる方も多分多いと思うんで、規制後の知らないがどうなるかっていうのはちょっと動画にしようかなと思っているんですが、まあ、まだ全然強いです、ちなみに、知らぬにも。ただ、先行ブラックマジシャンがちょっと辛いかなっていうのはありますね。まあ、あの、構築によりますけども。さあ、宮塚さんの効果。宮塚さんの効果発動して、宮塚さんの効果発動していく。さあ、手札から、また墓地から、モンスター特殊召喚していく。さあ、レベル2のモンスター特殊召喚した。ここは一回ナビゲートと、ナビゲートの効果を発動。ナビゲートの効果によってあのチューナーモンスターを除外すればもうあいつはやることはねえ、多分。何？サンダーブレイク、それさっき打てばよくない？それさっき打てよ、それさっき打てよ。魔導陣に遅延したらサーチ入んないのに、意外とそういうの知らない人多いんかな。今もう結構レジェンド隊も結構で、ね、レベル感がだいぶやっぱ誰でも上がってこれるっていう感じになったんでね、昔とはちょっと違うんですけどね、レジェンド隊のレベル感が。で、これでちょっと6シンクロはされるけど水にいいや。あの最強のカードがさあ、外人特有の、外人さん特有の、あのこの通信環境があの結構やばいっていう。地下鉄かなんか乗ってます？地下鉄乗ってる？地下鉄に乗りながらやってるのかな、リンクス。多分やっぱりあのアメリカとかはね、多分地下鉄が多いから、そういうところでリンクスやるから多分通信環境が悪いんでしょう、知らんけど。さあ誰も抜けません、このカード誰も抜けません。あれ、バトルするんですか？いや忘れてます。マジックエクスパンドあるんですけど忘れてるんですか？
シラリンさんかわいそうに。はい、何もできない。かわいそうにな、シラリンさん。こんなのただの弱い者いじめだろ。ブラックマジシャンとかいうさ、デッキマジでさ、やべえだろこのデッキ。もう本当にこれ野放しさっての結構やばいと思うよ。クソゲー加速してるよね完全に。無の煉獄いいでしょう。デビューランケちょっとおい、もう一人のボケ、もう一人のボケ、何してんだよお前、何をしてんだお前は、何をしてんだ。それでも人間か、何してんだこいつは。もう一人のボケ、どうして、何してんのこいつ、どういうこと。ちょっと勇気で使うのやめてよ。あ、強っ強っ。このデッキマジでキモいな、ガチで。マイネームズ壁、俺の名前は壁です。ほんまにこのデッキやばいな、マジでやばすぎるだろ。もうほんまに壁、マジで壁ってやってるよこいつ、きっつー。どうやら理解したな。そうだ、これがデュエルリンクスだ。